ミステリという勿れ第8話。整が小さい頃からお世話になっている天達の誘いでミステリー会に参加して、夜な夜な始まった謎解きゲームで緊張感が高まるも、本当にただのゲームだったみたいで一安心なんて、そんな単純なことにはならないのがこの作品なんだなぁと感じずにはいられない雰囲気で続きましたね。次回はキワがストーカーに殺害された謎が明らかになるようで、とにかく全員が怪しすぎて誰が犯人なのか見当もつきませんよね。登場から気になる存在のキツタカやツタはもちろん、ゲストで招かれたデラとパンも見るからに怪しさ満点ですし、これでまさかキワのパートナーだった天達が犯人だったなんてことがあったら立ち直れないなぁと勝手に妄想が進んで仕方がありません。天達はずっとキワの事件について違和感があったようで、整にとにかく会の状況を先入観なしに見てほしいと頼むようですが、整自身もキワのことは大切だったと思うので、この事件の真相を明らかにすることに彼がどんな感情を抱くのか気になります。そんな中、山荘は停電になってしまったり、整と風呂光はガレージに閉じ込められてしまったり、キワ事件のキーになっている強竹灯の枝が数本折られていたりと、かなりピンチになりそうな予感がします。そのすべてがこの中にキワ事件の真相を知っている人がいることを物語っていますよね。整も気にしていましたが、キワ事件の真相を知って天達はどうするのか。最初に投げかけた嘘をつく人、嘘をつかない人には何か他に意味があったのか、次回も待ちきれません。今回は原作とはかなり違う設定だったようで、原作ファンの方々の辛口な意見が飛び交い、物議を醸していましたね。とはいえ、原作を読んでなければ、特にすごく気になる部分はなかったように思いますし、癖のある登場人物たちが山荘でミステリー会を開く様子は、単純に面白かったですし、整の考えや天達との関係性が見えて、物語に引き込まれました。天達はキワのパートナーで、キワを通じて整うと出会い、今は大学の先生と生徒という関係で、お互いに分かり合っている雰囲気で、整にツタやキツタカがぶしつけな態度を示すとフォローに入ったり、ものすごくいい人なのかなぁという印象ですが、本当にそうなのか怪しく見えてしまいますね。天達は気にしていない様子でしたが、自分のパートナーが殺された場所でミステリー会を開いて、その彼女の遺品を使って謎解きゲームをするなんて、正気の沙汰とは思えないなぁと感じてしまいました。心理学の先生ということもあり、常に温厚で、他人の言動や行動を受け入れてくれそうですが、その分、天達の心の奥底は、どんな感情があるのか非常に興味がありますし、実は自分でも気づいていないブラックな部分があるのではないかという目で見てしまいます。そしていかにも何か知っていそうなツタとキツタカも何をしてても怪しく見えて、ツタは謎解きゲームがお遊びだったのでただのミスリード要因かなぁとは思いますが、この山荘の持ち主ですし、意味深な表情でお酒を飲んでいたりもしたので、実は何か隠していることでもあるのかなぁと思いました。キツタカも潔癖症なのが、すでに何か理由があるのではと勘ぐってしまいますし、毎食器なのは用心深いですが、いざとなればそれを使って真っ先に殺されちゃったりするかもなぁ、など、いつ何が起きるのか、すごい集中して見てしまいましたね。
あとデラとパンってコードネーム的な名前なんでしょうけど、怪しすぎですよね。パンの方は山荘に来てまでパソコンで仕事をしているみたいですし、オープニングからパソコンの文字で殺すか殺されるか、やっぱり殺すしかないんだろうなと打たれるシーンがあって、それはこの人かなって感じはしますが、きっとそんなに簡単な話ではないですよね。殺すか殺されるかということなので、可能性がある人物となると何か恨みを抱かれるような立場なんでしょうかね。そうなると5年前の際事件には真犯人がいて、誰かがその人物を見つけたのか、怪しいと思われていると誰かが感じてしまったのかということで、殺すしかないんだろうなという思いを果たすべく、誰がどう動くのか今後の見どころだと感じます。キワもトトノオが推理したような事実があったとしたら、憎悪や嫌悪感に満ちた花言葉が連なる花の絵をなぜ描いていたのか謎ですよね。その憎悪や嫌悪感は他の誰かに向けられていたものなのか、それとも天達に向けられていたのか。そうだとしたら、トトノオにとってとてつもない心の傷になりそうな事実が判明してしまいそうで、ハラハラしますね。あの鍵のかかった部屋は謎解きゲーム用のフェイクだったのか、それとも実際何か隠されているのかも気になりますよね。キワ事件でキワを殺害した犯人は、強竹灯を燃やして煙突が詰まっていたから亡くなったということですが、煙突が詰まっていたというのはこの事件を解くキーポイントだと思わずにはいられません。ここでやっぱり気になるのは、せっせと雪かきをしていたキツタカで、あの日の朝に時間を巻き戻せたらとつぶやいていましたし、この人は自分が煙突を詰まらせちゃったと勘違いして自責の念を感じているのではと勘ぐりましたが、多分この人が真犯人ではなさそうな空気は漂ってますよね。風呂光が都内でもストーカーによる連続殺人が発生していると言っていて、この発言が今後どう影響してくるのかも考えてしまいます。今起きているストーカー殺人事件と5年前のキワ事件の犯人が実は一緒だという伏線なのか、その犯人は別人でたまたま今アイビーハウスに来ちゃったのか。そうなるとデラとパンが一気に怪しくなってきますよね。とこうしてあれこれ考えてしまいますが、きっと、そういうことだったの?という結末が待っているんだろうなぁと思うと、早く続きが見たいです。トトノオがまた会いに行ったライカが迎える結末も気になってきましたね。とりあえず再び登場したことで、幻影や幽霊じゃなく存在している人間だということがわかり安堵ですが、桜が咲く頃にはいないという未来が決まっているようなので、それまでにトトノオがどう接してどんな影響を与えるのか興味深いです。ガロのことも気になりますが、まずは次回どんな事実が明らかになるのか首を長くして待ちたいと思います。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。